はい、ちーです今回はですねサムネイルとかタイトルにもありますように今、まあ、問題になってる大学生の学費問題について 話していくというか、えー、皆さんのその情報共有の場として、えー、動画を撮らせてもらってますあのちょっと前に知事に届けっていうそのコロナの,の時コロナに関して休校にしていこうよっていう署名運動をやってたんですよねで、あれのために一回動画を撮ったことがあるんですけどえー、とあれと同じ感じです昨日も twitter のトレンドにもなってましたけど、えー、大学生多くの大学生がアルバイトができないんですよねバイトができないので収入が入ってこないもちろん親御さんから仕送りを送ってもらってた方も親御さんの収入 減るる状況なななので学費が払えなくなっているでしかも大体の大学が今前期半年間ですね前期後期なので前期の半年間がえとオンライン学と学校大学に通えない状況で授業を受けるしかもキャンパス学内にも入れないのでそこのサービス、まあ、図書館とかも使うことができないけれど同じ学費を払わなきゃいけないっていうのでちょっと署名運動が結構起こってます。それはおかかしいいんじゃないかとで えまあそういうのが今いろんな大学で起こっているのでこのまた概要欄のところにですねホニャラル大学の署名みたいな感じでちょっと貼っていくっていうそのための動画にしていこうと思ってます。今回この動画を撮るにあたってですね知り合いの大学生に少し話を聞いたんですがやっぱり状況はかなり厳しいです。でえっと一応文科省の方からですね奨学金緊急コロナで収入が減った方向けっていうことでえ対応型貸すタイプの、えー と、奨学金だったりとか、あと給付型、与える型、まあ、ちょっとこれ条件厳しいんですけど、っていうのもあるので、それも概要欄貼っておきます。多分知らない方も多いと思うので、ぜひそういうのは目を通してください。使えるものは使いましょう。ただ、えっ、ー、と、まあ今回ね、それ、学生にも話を聞いたんですが、その知り合いの大学関係者の方にも聞いてみたんですね。で、やっぱ大学っていうのは当然企業みたいなものなので、特に私立はね、あのー、 収入がなくなって学費を回って収入がなくなればえっと教授とかに給与も払えないですしやっていけなくなって潰れてしまうので,でそれが厳しいとでもちろんその板挟みになって大学側も苦しんでるところもあるし全然何も考えてなくていいお金もらっちゃうよみたいなところもあるらしいとは聞いたんですよ。その大学によってかなり色,色が違うというか状況が違うみたいなんですが。 で,でもその大学の気持ちも分かります企業っていうところを考えた時にけれどもし自分が、まあ、自分東京学芸大学ってとこ出てるんですけど学芸大の学生の時に今この問題が起こったら絶対立ち上がりますもんおそらく署名運動を起こすのか直接学長に話をつけに行くのかわからないですけど何かしらアクションを起こすだっておかしいですもんサービスが使えないのにこの状況で全額そのまんま払えっていうせめて減額でしょうっていうその、えー、授業料のね って思ったので今回この動画を撮ららせてもらいました、まあ、これを撮ったことによってですね、えー、と大学関係のお仕事がこれからいただけなくなるのはもう間違いないんですけど、まあ、関係ないですそれに関しては今回に関しては学生が合ってると思っているので自分の中ではなので Twitter、えー 下開けておきますで返信はしないので、できないので、送っていただいてもありがとうございます。で、お返事できないのはちょっと申し訳ないんですが、ホニャララ大学の署名運動やってますって貼っていただければ、えっと、更新してって、えっと、ここから数日間はえといじって更新していくようにしますので、まあ、それを見ていただいてもいいですし、まあ、皆さんのね、通っている大学の署名運動があるようでしたら、賛同される方は、これに関しては、おそらくその、大学側の、 の方の気持ちが正しいって思われる方もいるかもしれないので、あの強制ではもちろんないんですけどもまあ、参考にしていただけたらなと思っております。あの何け？昨日13人に1人がもう多役を考えているっていう状況らしいんですよね。とあるアンケートを取ったところ。で、やっぱり学生大学ってお金すごくかかるんですよ。で、大学でも入った時、みんな一生懸命勉強して入って。 何かしらのその,、まあ、その時夢を持ってなかったかもしれないです。大学で見つけようと思って入ったかもしれないでも何かしら将来のため将来自分を輝かせるために入っていったそれをこんなコロナごときで,で道を閉ざされるのは非常に悲しいんですよねだからさっきも言ったようにその文科省とかのそういうものもあるのでもう収入がなくなったとだからこそもう無理みたいなにならずにちょっと言い方すごく悪いんですけどもがきましょうちょっと耐えましょうここはもったいないです。 あのすごく状況的に、ね、心が折れやすい状況だとは思うんですが、まあ、と署名運動が何かしらの形にななっったらいいなとは思っておりますおそらくどっかの一つの大学が始めてもらえれば、まあそこもやってるからって感じになっていくんじゃないかな休校もそうでしたからねある都道府県がボーンってなっていくとちょっと連動していくというかやっぱ最初が肝心なので。 えもしよかったら、まああとまあ、ご意見も、ね、書いていただけたらと思うんですが、えー、下の概要欄の方参考にしていただけたらと思います。すみません、ばーって話してしまってですねもう自分が何話したか分かってないでうまくつなげているかちょっと心配なところはあるんですけど、まあ、ひとまずですねツイッターの DM 開けておきますので、えー、と署名運動を起こした本人さんもしくは 本人さんにその YouTube のこういうのが動画があるんですけどそこにリンク貼っていいですかって許可をいただいた方から連絡くださいちょっとシビアな問題なので勝手に貼っていくとですねちょっと問題が起こるかもしれないと思っているのでその点だけよろしくお願いしますでまあ途中でも話しましたが学生の皆さんがこれ本当に非常に厳しい状況ですで特にですねあの親御さんのあまり協力を得られないで自分で本当バイトを頑張って学費を払ってる学生ってすごい多いんですよ でその人たちは親が実は収入がもう今でも安定してるでも、えー、と親が仕送りを協力してくれない家庭なので自分で頑張るここだけ自分の給与だけ減ってしまってもう奨学金とかにも全然こう該当できないみたいなここの収入があるからそうっていう方もいるんですよねでそういった方は、まあ、本当例えば減額とかそういう処置をしてもらわないと道が閉ざされてしまっているので、まあ、そういった方のためにもなんか今回のねこの大学のことに関しては えと自分はねどっかからこう声が上がって、えー、減額というか、ね、授業料に関してね免除っていうのが起こっていく流れができたらいいなと思っておりますのでご協力いただける方は是非よろしくお願いします。